こんにちは、マクロトゥマイクロのお時間ですこの番組は日々の暮らしの中で湧き起こる問いや思いなど様々な話題をテーマにマクロの視点とミクロの視点を行き来しながら語り合う番組ですビッグファミリーファームのヨーです味噌と小読みが大好きなタカです植物と水鉢と絵を描くことが大好きな河村若菜です 今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはい、本日配信は4月24日なんと植物学の日ということで、はい、私たちは植物が大好きなので、はい <laughs> なんだか嬉しいねえ最近そうアースデーも近いですしね、うんうん、今日はそんな植物学の日、うん、これはあの牧野富太郎先生という植物学者の方のお誕生日ということで、うん、この日が記念日になっているようなんですけど、うんね、牧野先生に関しては若菜さんも思いが、うん 強いので、<laughs> 話聞いてきたらいい、あと <laughs>、うんはい、ありがとうございます。なんか、私も、植物学の日と、牧野先生の,あの誕生日だっていうのは。 前から知ってはいたんですけど、うん、いつもね満月配信でこの日だねっていうのを割れの手帳を見ながら決めるんですけどちょうどね植物学の日じゃんってすごいテンションが上がりこのテーマに話していきたいなと思っています <laughs> 私がえっ、ー、と牧野先生って呼んでるんですけど牧野先生のことを知ったのは結構前に友人から 面白い高知に面白い植物園があるよってあの教えてもらってから追いかけてたんですけど、うん、なんかもちろん植物学の,あのお日本にねあの広めた方ではあるんですけど同時にあの植物画が素晴らしいんですよね、うん、絵がねもうね緻密、うんまあ、その頃写真だったりとかそこまで発達してない時代に、うん、自分で 調べて自分で描くっていう,うん、うん、まさになんか本当にこ言葉としてこう絵もこう表現するっていうものが素晴らしくてそれにめっちゃ感銘を受けて、うん、勝手にあの私は師匠とあの思っているんですけど植物園がね高知にね牧野植物園っていうもところがあって本当に大きい植物園で なんだけど、うん、去年ねやっと訪れることができて、うん、ちょうどねあの去年は NHK の朝ドラで牧野先生の,あの一生をやってたから、うん、かなりもう牧野フィーバーなコーチにたまたまい、ね、行ったんですけど、うん、目的は植物園がメインだったんだけどいや素晴らしかった。ガーデニングやってる人はわかると思うんだけどあのねドダミがもうね ちゃんと植物園の一部として存在しているっていうことを言うと、うん、もしかしてガーデニングしてる人はうわーって広がっちゃったりまた毒ために飲まれたよみたいなことってあると思うんだけど <laughs> <誰>すごいいさりげなくいたのもっともっと感動したことはあったんだけどそれが結構すごくて<ー>というのもなんかきっとそこのスタッフさんがものすごく手入れをしている。うん たくさんスタッフさんいて話せたりもしたんだけど、うん、多分みんな植物がすごく好きで向き合ってすごいこま,こまめにすごく自然の中の一部として植物がみんな存在しているっていう植物園でした、うんね、一つのちょっと山の一角を、ね、植物園にしてるんだけど是非、うん、皆さんの機会があったら行ってもらいたいなって、うん、<laughs> 思う場所で でなんかそこでね新しいセンターみたいなのができていてそこでね,なんかね薬,薬草研究所的な、まあ、ちょっとそらくこう日本の企業、うん、お薬を作ってる企業さんと一緒にそこで薬の研究をしているもともと薬って植物からが多いきのこももちろんあるけど。 なんだけどそこがなんか一緒にセンターっぽく研究所みたいになっててそれもすごく面白いなって思っていて、うん、ただこう食べるとか、うん、あのだけじゃなくてただ見るっていう植物だけじゃなくてやっぱり私たちの暮らしに根付いたような植物の見方がすごいやっぱ広がったなっていう体験がありました。そうか、うん、さっきの毒ダミ コントロールしてるってことだよねいうかい、ね、なんかこうでもねでもねめっちゃ手入れしてるっていう雰囲気ではないのよそれが素晴らしいすごいよねすごいの <laughs> なんか買った買っちゃったみたいなさここだけ買って、うん、ここだけ買って手入れしてますみたいな。うん 見え方じゃないのがねどうやってるのかなっていう、うん、さりげなくやってるんだよね、うん、でもこまめにやってるんだなと思って、うん、すごく憧れる場所で自然農とか言うとあったらかし農法って思えるんだけどうん、うん、そんなことなくてすごい手がいるじゃん、うん、でああいなんか薬草園とか、うん、人が作った庭っていうのは ほったらかしてるとほんと徳田見だらけになってるからさ。そうだよね。<laughs> やっぱすごい手入れしてるんだろうね。なんか見てるんじゃないすごく。なんかこう。まあでも自然の見てるんだけどね。なんか。こうでもそういうやっぱり施設になるとさ。 うん、安全とか掃除とかめちゃくちゃこう、うん、潔癖なぐらいや,やっちゃうとこってあるやんなんかうん、うん、そんな感じではなくすごく自然に寄り添う指針があったのかな、うん、まあ本当植物が好きな人が動植物が綺麗に美しく見えるかっていうのをこう見えるかって見せるかっていうかありたいかみたいなのが。 みんなやってるのかなと思って。うんうん、すごいね。そう。い、行って見てみないと、そ、わからないよね。あ、でも、もう一ついいですか。もう、なんか聖地巡礼みたいになっちゃってたんだけど。<laughs> なんか、しょ、まあ、本当に、と、十日間の。なんか、携帯を持たない旅を、あれ、ラジオで話したかな、した、したんだよね。うん、それで、目的が、しょ、ね、あの、牧野さんとこの植物園だったんだけど。うん、たまたま。 なんかついちゃった町があってそれが牧野先生の生まれ生誕の地坂川町っていう場所だったんだけどうん、うん、そこにたまたまたどりつきたまたま撮ったなんかおじいちゃんとおばあちゃんがやってる宿がなんか牧野先生に会ったことがあるっていうもう90歳近いおじいちゃんでうん、うん、そこあったんだけどそこの町に牧野先生のお墓があるんですよ。ううん、うん マキの記念公園っっていうのだったかなお墓があるんだけどそこも山の上にあるんだけど、うん、そこの山で牧野先生が大好きだった山野草をずっと守り続けてる団体の人たちがいて、うん、おじいちゃんおばあちゃんなんだけど、うん、あの植物園もすごい良かったんだけどそっちのなん なんかこう本当に地元の人が「牧野先生ありがとう」っていう植物好きの人たちが集まってやっていく場所がさらに素晴らしかったので、うん、なんかめちゃくちゃ高知大使みたいになってるけど、うん、なんかやっぱ植物好きな人に出会うとめっちゃ楽しいね <laughs> 年齢を超えてうん、嬉しいすごく、うん、って思う体験をねしてきましたので。 ねうん、このラジオ3人で話しているけど、うん、やっぱりこう眉内、まあ、はね、あのー、農家としてやったり、うん、野菜と向き合ったりハーブと向き合ったり果汁と向き合ったりしてるしタカさんは本当にあに染色まあ、うん、食べることまあ味噌もね植物なんだけど染色をね結構やってるのも植物をまとうっていうような意識でいつも向き合ってるから。 だから、このラジオ、楽しいなって。思、思ってます。はい、熱くなったので、パスします。<laughs> <laughs> うん。あの、多分、このラジオを聞いてくれているであろう。<laughs> レディオアクティブレディオっていうね。ラジオ、うん、そうやかいっていう,人いう友人。うん,う,んうん。という年ぐらいから。まあ、多分ユーチューブでずっとやってて。 で、それこそアンカーが始まって、アンカー、スポティファイとかでも出してるんだけどさ、で、今、それの、なんていうのかな、バックオフィス、なんかこう、それこそ編集して配信したりしてくれてる、うんうん、ケンケンっていうのが、してる。うんうん、大江健太が、もともと、いや、めっちゃ聞いてんすよ、ラジオって、多分、米英度ラジオも聞いてるぐらいの人で。へぇ <laughs>、えー。 <laughs> で彼は車で運転しながら来てんだけどそれを車で2人でドライブしてるときに言ってくれて <laughs> じゃあやろうよ <laughs> 一緒にって言って毎日どどこに話が帰結するかっていうと <laughs> 彼がやってる糧っていう名前の あのコミュニティレストランは、いろいろラジオの影響を全部やるって言って、種の図書館とかいろいろやってんだけど、ん<ー>なんせそこはね、もともと大正時代の病院なのよ、<ー>木造の。えぇー。通、え、行、ー、とは多分東洋医学でやってんのよ。ん<ー>あそうか。で、庭に漢方薬の植物が。 植わっててそれちゃんと病院じゃなくなった後も世話してて今も漢方薬がに庭にあるのよえめちゃくちゃすごいも<お>うだから行きたい庭でやっぱりさあ庭にあるものはその人にとってのうん福利だよみたいな話はうんこうそのネイティブアメリカンのメディスンマンのうんとしても本いろんな本に載ってるしうん日本でもやっぱ言うよねそういうこと。うん うん、っていいうのを思い出した、えー、当たり前だったんだよねその時代はねきっと。うん、まあ最近だってギリギリあるじゃん琵琶がなってたらさ琵琶、うん、の実や琵琶の葉が鳴っまあこんなにみががれたってことはみが食えってことだなみたいなあと同時に、うん、来年はこんなにいらないって言ってその辺を踏み固めとくと少な、うん、くなるとかさ。うん 自分なりの世話と、うんなんね、せめぎ合い植物たちと自分の渡り合いもあるわけじゃん。うんうん、で土のさ酸性アルカリ性が変わるだけでさうちの庭もそうだもろ、うん、そうなんだけど、うん、なんかねつ葉だらけになる年とお粘、うん、<laughs> 堂だらけになる年があるんだよ。うん、だから豆花がはびこるっていう時と、うん、なんか葉っぱのは 大きなちょっと潤いを作りたがってるのが多い時があって、うん、でつ葉が増えた翌年とかはそこがジメジメしてキノコとか増えたりしてさ、うん、なんかそういうのってやっぱあるよねと思う、うん、なんか庭は生きてるし自分も含めて関与し合ってるっていうかさうん、うんうん、それあるね,ねえだってそこにうんこ埋めたり輝明の星 薄くてにやっぱやってるしさ私の食べたものがコンポストとして埋められてるしうん、うんうん、そうそう蜜葉が出るシーズンって野菜が少ないからさ、うん、私たちも結構蜜葉がめっちゃ茂るところ、うん、畑の一角にあってうん 蜜葉いいじゃんこれ出そうみたいな感じでめっちゃ蜜葉と取りまくっていたら、うん、まあ、残してたつもりなんだけどやっぱ取りすぎたんだろうな、うん、なくなっちゃってそういうことを毎年ねあの1年経って去年の自分の所業を 振り返るみたいな <laughs>、うん、<laughs> 庭が教えてくれる畑が教えてくれるみたいなところはあるよね。でもとってもとってもヨモギなんかはさうん、うん、まだまだ出てくるみたいなのもあって、うん、これはまだまだ向き合わねばならない、うん、自分にとって必要な植物なんだろうなっていうのでヨモギを今年は 収穫しようかなみたいな。いいな、ね。毎日畑や庭の草と向き合うっていうのがその牧野先生の庭園につながる道かもしれないね。うん、自分を含めての自然という視点で。うん。な 感じで言ってたもんね自分も自然の一部だから、うん、そこで自分が営むことで巡っていくというかそこに必然自然と必然が生まれていろいろなものが育ってくるっていうねすかなんか本当にあの牧野先生すごい植物の面白さ をさすごいこう学術的なあのことをやってきてる人ではあるんだけど、うん、あの最後の方はもう日本各地回って牧野先生のお話し会っていうか観察ツアーをにかすごい人が殺到したっていう写真が昔の写真があったんだけどんかそれだから子どもたちも大人も,もう植物好きな人が「牧野先生これなんですか?」とか「これはね」みたいなのをこう。 巡業してたというかそういうのもあって、うん、なんかほんとさ日本まあ世界どこ行ってもさやっぱ植物って絶対あるじゃん植物がない場所ってないと思ってて、うん、だからさなんかすごいこうどこへ行ってもこう友達に会える感覚がすごいあって、うん、高速道路も結構面白くてさ「うん、えっ、うん、んでここにこの入ってる?」とか。<laughs> 結構飽きないし電車、ね、に乗っててもそうだけどやっぱりそこにこう意識が向くと結構えと、うん、注意さんまにはなってしまうんですけど <laughs> 興味があることがいっぱいあったり先 <laughs>、うん、日友達からなんか三ツの話をそのことしてて、うん、フランスにその子が行ってて。うん なんかメールが来て「若菜さんフランスにも三つ股がありました」ってメール送ってきてくれたんだけど <laughs>、うん、なんか嬉しいと思ってうしいなそれってって思ってそう,、ね、そういう楽しみは本当増えたので、うん、確かに北海道の友達が遊びに来た時は うわ、植物が違うって花咲いてるって、もうめちゃくちゃびっくりして帰ったりとかしてたけどね。<laughs> うんうん、うん。なんか最近お金の仕組みの勉強会で、その、やっぱりデフレが進んで、みんな消費できる余裕がないから、<laughs> できるだけ安いものを買おうってなると、街、うん、がこう、 どこに行っても同じお店、うん、同じディスカウントストアみたいな景観も同じになって、うん、でそこの街にあった小さなお店がどんどんなくなっていくのが悲しいですねっていう話をしていて、うん、でもまあその積極財政でみんなの所得がもっとね豊かになって。 需要が各地でひ広がればそんなにこう安いもの安いものじゃなくても、うん、地域で大事にしたいお店とか、うん、大事にしたい文化を育てていく機運が高まっていくんじゃないですかね、うん、みたいな話をしてたんだけど、うん、その状況であっても植物はもう必ずその土地じゃないと生きていけないみたいなまだあるじゃんね。うんうん んなくなったものものあると思うんだけどだからそうなっていくっていうかそこに行かないと見れない植物とかうん、うん、やっぱり大事にされていくようなうん、うん、なんか経済も含めてねそういう会になったらいいなみたいなことを思いながらうん、うん、その <laughs> お金の仕組み塾でも話してたんですけどね。 ほんと、北海道と九州じゃもう全く違うだろうしね。でも、菊芋、うん、とかは北海道にもあ,あるから、うん、アシリレラさんっていうね、あの、アイヌの有名な女性がいるんですけど、うん、レラさんに菊芋を、なんか、あの、長崎の被爆地でお祈りをする会があって、うん、その時になんかみんな、 お供え物を持ってきてくださいって言われたから、菊芋を持って行ってね、<laughs> お供えしたんだけど、レラさんが、あら、菊芋が九州にもあるのねって言って、うん、あ、どうぞ、あの、持って帰ってくださいって言ったら、そんなもんいっぱいあるからいらないわよ、みたいに言われて <laughs>。みたいな共通点もね、あの、そうやって交流してみないとわかんないから。 私はあんまり旅に出てないけど高知と高知の植物園もまた見たことないようなねうん、うん、植物がいっぱいあるのかもしれないし、うん、そうやって保存してある場所があるのって貴重だね。自然のをやってるとまだまだ名前知らない虫とか草とかたくさんあるからそういうん、のを知っていくって やっぱりまあなんかお金の仕組みと絡めるとさ、うん、やっぱりまあ花屋の八百屋がすぐそばにあるっていうのも大きいけどうん、うん、やっぱり売れると種が残るのはめあるよ確実にって思うなんていうのああちゃんと菊芋持ってきたけどめちゃ売れてるよしまた次大変だけど、あのー、なんていうの ちょっと種残しといて来年も増やそうとかさううん、うんレンコンとかもそうだけどやっぱり特に大変なものはねレンコンなんてほんの大変だしさ掘り方によっては、うん、で全農になればなるほど大変だけどすげえ喜んで食べてくれて売れて経済的にも回るとよし今年もちょっと種残して、うん、来年も同じぐらいの広さでやるかみたいにさそうそうそうなるっていうねそこはやっぱりあれだよねその 経済動向とか、ね、財,財政とか税のこととかをやっぱりみんなで土台見直すっていうマクロ視点で、うん、あのお金の流れをどうにかしようとしながら自分たちの身の回りでやっぱり種を残したいものを食べるみたいな意が両方大事だなと思うよね。そう。社会的共通資本って えと名前がど忘れした経済学者の先生がねあのそういう考え方を提案していて社会にとってどうしても必要なものまた食べ物農家とかさ道とかさ医療とか教育とかっていうのはもう誰もがあの平等にあの受け取れる。 ような社会の仕組みっていうのがありつつそれでもあのその土台の上に自由経済というかあの、うん、競争がありつつ本当にあの自由な経済があるっていうことが大事でその社会的共通資本の中にそういう植物って あのの残さないといけない多様な植物っていうのがあるのかなと思っていて、うん、そういう意味ではね自然の農家とか自然栽培とか有機栽培パーマカルチャーデザイナーとかっていうのは社会的共通資本だからそういう職業の人たちがの生活が守られるような社会の仕組みとかね作れるといいなと。 あ宇沢先生ですね。うん,うんうん。そう。っていうことを考えたりしてました。本当にね、需要がないと、あの、結構、例えば、生姜ががね、すごい何年か売れたんですよ。作れば、うん、作っただけ、どんどん売れるっていう、生姜ブームみたいなのが <laughs>、さ起こっていたみたいで、私たち、そんなに、こう、宣伝したりとかして、売ってないので、 本当に自然とどこからか探してきて自然農の,その安心して食べられる野菜を求める人が買ってくれるから作れてるんだけど、うん、その何てうか何が売れるかっていうのが本当に分からなくて、うんうん、それで生姜売れすごい需要あるなと思って頑張って年々ちょっとずつ。 栽培面積を増やして、うんうん、今年はいっぱい取れたなーって思ったらあれ今年は売れないねっていうのがあったりしてほ、うんとんかねそこの気まぐれさに翻弄されながら20年近くやってんだけど、うんうん、そのそこなんですよ需要がないと農家って今のこの自由経済の中での農家っていうのはやっていけないので。うん うんどうしてもその絶対確実に売れる農協とか市場に下ろすやり方になってしまうんですよね。うん、自分で売ろうと思うとその市場経済に <laughs> 負けてしまうのでなかなか生き残っていけない生活を安定できないっていうのでね、うん。だからその需要があるっていうのは。 ありがたいです、ね <laughs> うんうん、なんか牧野先生の旅の話からお金、うん、<laughs> の仕組みの話までマクロに広がっちゃいましたが <laughs> ねっ植物学の日ということで牧野先生のお話などしてみましたはい今日もご視聴いただきありがとうございました 番組への感想、質問、こんなテーマで話してほしいなどなど、info.3rings.shop へ皆さんからのお便りもお待ちしています。ではまた次回、新月にお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。